こんなとこにこんな店あったんだ。いらっしゃいお客様。あ、どうも。あの、すいません、あの、ここって服屋です。あ、なんか入り口にシュプリームの掘り出し物って書いてあったんですけど。そうそうそう、シュプリームさんとか、ナイキさんとか、まあそういった人気のブランドを取り扱ってるショップですね。あ、じゃあシュプリーム本店じゃなくて、セレクトショップです。はい。あ、そういうこと、あ、シュプリームの、うんうん、本当、うん、あんま言えないんだけど、え、他じゃ手に入んないアイテム、あ、ザックザックあります。そういう店になってます。あ、そうなんすね。あ、こういうお店って原宿から結構離れたところにもあるんですね。そうなんですよ。でもお客さんね、やっぱ、はい、いい店ってのはちょっと外れたとこにあるじゃないですか。ああ、確かに沖縄とかも国際通りよりちょっと外れたとこの方が美味しかったりしますもんね。そう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 。そうそうそう、うん。はい、原宿のねメインストリームでやってる店、あそこ逆に危ないですよ。うん、ああいうとこがね、とんでもない値段で売ってきたりしますか。それに本物か偽物か分かったもんじゃないですから。へ、逆にこういうちょっと外れた、確かにもう原宿っていうかここ代々木ですもんね。そう、もう代々木なんだけども、こういうこんぐらいのとこにね、はい、ある店の方が信用できるって、まあ自分で言っても説得力ないですよね。笑い方生理的に無理だな。お兄さん、シュプリームは着られるんですか？あ、はいはい。あ、あんまシュプリームって僕よく分かってなくて。そうなんですか。あ、じゃあよかったらうちって、かっこいい、お兄さんに合うシュプリーム見つけて帰ったらどうですか？もちろん全然、必ず買えっていう感じじゃないんで、うんうん。私がね、おすすめしてこれいいなあ、これ着てみたいなって思ったら、ぜひぜひぜひっていう感じなんでね。はい。あ、そんな言うならちょっと見てみたいっすね。どういうシュプリーム、どういうの。いや、僕もなんとなくしかわかんないんですけど、なんかボックスロゴでしたっけ。あ、ボックスロゴやったり。やっぱそうですよね。あ、はい。うん、みんな最初はボックスロゴから入りますよ。間違ってないですよ。あ、そうなんですね。ああ、もう大正解です。それは、はい。ボックスロゴのね、アイテムたくさんあります。その中でも。あ、そうなんですね。お兄さん、これ何かの縁だから、特別に。その。激激レアアイテム。え、ちょっと見てく。ええー。ちょっと見てってよ。ね、ね。うん。いいんですか？いやー、でもレアとかわかんないですけどね。僕あんまりシュプリームあんま詳しくない。これ、はい、これ、それは、あ、いいっすね。それなんかかっこいいっすね。あ、そうなんだよね。ボックスロゴなんだけど、ちょっとこうチョークで書いてるみたいになって、これアメリカのアーティストカウズっていうのがいるんだけど、知ってる？カウズ、すいません、ちょっと。そうだよね。お兄さん、そういうアートとか生徒してる感じなんだ。はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、お兄さんアートとか、それでお兄さん自体がアートって感じだから。いや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 。そう、これ、カウズのボックスロゴって、うん、これ珍しいよ。うん、そうっすね、僕が知ってるボックスロゴとちょっと、すごいなよ、これ。違いますもんね。え、いくらっすか？これやっぱね、珍しいからちょっとしちゃうんだけど。あ、やっぱりそうっすよね。10万円。あ、10万が、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 3万7千円。安い。え？そうそうそう、3万7千円なんだよね。いやー、でも元10万もするんすよね。売られた値段は、売られた3万円ぐらいなんだけど、プラス7千円ぐらい。まあやっぱ、プレね、いわゆるプレミアついちゃってるから、7千円上乗せ。でも普通に買ったらね、もっとすんだよ。うん。おただこれは、これ実は、何ですか？お兄さんにだけ教えてあげるけど、あ、はい。サンプルなのよ。
サンプルってどういうことですか？だからつまり、はいはいはい、カウズがシュプリームと作った時の本物のウール用じゃなくてその前に試して作ったサンプルなの。おー、サンプルなんだよね。サンプル、はい、だから一着しかない。ほらもうちょっと、あ、そういうこと。見て。あ、ね、あ、なるほどですね。ちょっとボロボロな感じというか、確かに。なんかもう着てある感じでしょ、古着っぽい感じで。ああ。うん。サンプルだからなんだよ。サンプルだったらね、本来だとね、20はいくよ。でもそこを、20が、はい、が、はい、が、はい、3万7千円なんだよね。うわぁ。と。いや、めちゃめちゃいいんすけど、一旦ステイでいいですか。まあそうだよね。他も見てみたいよね。あとまだフーディー。はい。にはちょっと暑いか。あ、まだ暑いか。そうっすね。T シャツ行こっか。 T シャツあるよ。 T シャツ。あ、 T シャツいいっすね。まだちょっと T シャツ着たいかもしれないですね。 T シャツはね、これはい、どん出た。わ、なんだそれ。うん。わ、これはボックスロゴがクロスになってる。クロスボックスロゴっていうシリーズなんだよね。うんうんうん。あ、そんなタイプもあるんですね。いいでしょう。シュプリームの赤でさ。あ、赤でさ。ほらほら、あ、ちょっと触っちゃダメ。このサンプルだからさ。あ、それもサンプル。そう、これもサンプルなんだよね。うん。うわ、それもすごい。これは、え、これいくらっすか。8万円。だ、8万はちょっと。ガッ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 ガガガガガガ。2万5千円。あ、安く感じる。そう、2万5千まで下げちゃう。お兄さん特別だから。ああ。いいんすか？ここ、私の、シュプリーム大好きな私の店で、シュプリームのことを好きになってほしいから、これ下げちゃう。ああ、そう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 。サンプルだからね。しかもね、これもそうなんだよ。これも商品になる前に、はい、シュプリームの社長が、家で着てたやつ、家で着てたやつ。うん。だからほら見て。ほんとっすか、さっきからそれって、うん。そのままクローゼットから、ひょいって持ってきちゃったから。うん。クローゼットから、あ、いただきますってね、こうね。泥棒じゃないですか。あ、違う違う。うん。仲いい、飲み友達なんだよ。飲み友達ね。ひょいって持ってきて、そのままクローゼットから、スポーンとね、抜いてきたから、こういう畳み方のままなんだけど。これはだから私以外触っちゃいけない。もちろん、消毒もしてます。あと、うん。私、指紋ないからさ。大丈夫、指紋ないから安心して。うん。で、なんでだよ、指紋ないの。もう、洗ってるし、指紋がないから。怖え。うん。怖えっすよ、指紋ないの。確かにね。いや、最初からですけど、めちゃめちゃ怪しいっすね、ちょっと。あ、まあまあ、そうかそうか。調べていいっすか？ええ。ちょっとさっきから見せてもらってる服が適正価格か、ネットで調べていいっすか？あ。はい、なんだっけ、カウズのボックスロゴね、シュプリーム検索。え？おいおい、新品の相場、3万数千じゃねえか。しかも、お前、サンプルとかパチこいて、中古、プレネで、売って、小銭稼ぎしようとしてんな。やり口キモ。え、ハイエナ商売じゃん。ハイエナか、お前。ハイエナ、やばいな、これ、やばいな、やばいな。わかった。何が？わかった。何が？お、すごいサンプル。すごいサンプル？あっちゃん。見て、これ。シワシワのゴミじゃねえか。何それ？これはもう一番最初のボックスロゴを、の、ボックスの位置を、どこにしようって決めるときに、テーブルの上に、T シャツを置いて、この、試しボックスロゴ、こう、ここにしようかって決めたときのサンプル！で、いくら？ 50 万。はい、お疲れした。ガアホらしい、帰ろ。ガ